はいどうもロキョです。フォートナイトやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回からの続きでございますがいつ手に入れたんですかそれは。いやいやもうだいぶ前だよ。嘘だいぶ前だいぶ前嘘でしょ。はい今回もピロさんと、はい、藤君とやっていきますよ。今日もあれですかロキさん、何ですか、フォートナイトメアやるんですか。そうですよ、フォートナイトメアですかね。今回も今回もあそうマジかよ。そうですよ、今回もまだハロウィンが続きますからね。マジか、もうメリークリスマスの時期だと思うんだけど。じゃメリーハロウィンですかね。ハッピーハロウィンか。ハッピーハロウィンか。今のメリーハロウィンはちょっと、いやいい思い、行きますからね。さあ行くぜ、ハッピーハロウィン。どこに、あもうそれはもう藤君のお仕事ですからね。ハッピーハロウィンなの、もうこれ12月12日公開なんだけど。なんかメリーハロウィンって言ったじゃないですか。とりあえずちょっと同じかぶっちゃうけど。どこどこ？あさあのあこっちね。この前のところね。オッケー。行くぜ。よし。ロックは2ヶ月ぐらいの間にまだ2レベしか上がってない。何ですか、何か言いました。これちゃんと皆さんには分かると思いますけど、これあれですかね、この傘がソロビクロを取った時の傘になってますかね、ちゃんと。こっちは分からん。分かって、お願いだから分かって。一緒にやってる野良の人も、うん、ハロウィンだと思ってあのアイコンにしてんだからさ。もう寒くなってきましたからね、メリーハロウィンで。もうサンタさんが配る時期なんだけど。サンタさんお忙しい。武器がないよ、武器をちょうだい。これあれでしょ、これでこのロキョゲームチャンネル見てる人でコメントで何位になるかっていうのを予想してくれた方にはPS4-5 抽選でこう当たるみたいな発想を持って返させていただきます。だから PS4-5 って何？だから PS4-5 って何かを教えてほしい。全力で。あの4と5がもらえるみたいな。あれ2つあげなきゃいけないの。もう本当に PS4-5 をぜひあのトレンドに入れてほしい。ちょっとここ回復できるよロック。この湖、ちょっとどこの湖？ここ。ああそこか。ああへえ。それえ？ちょっと待って。それ湖なの？いや湖だ。回復してるもん。これ湖って言います。湖だよ。どっちかっていうとなんかもう釜の中って感じする。だってもう今回あの雑談の回ですからね。ねえ毎回自分の時雑談してません？なんかみんな自分の時の収録だけなんかすごいなんか手抜いてる気がします。雑談してこうどうするか、クリスマスどうするかって。僕のチャンネルだからちょっとプレゼントどうするか。プレゼントどうするか。毎回ロケさんとのプレゼント交換大変なんだよな。毎回やってたっけプレゼント交換会。そんな楽しいことしてた。ロックどうやって騙そうかなっていう。ないそういうことなの。今年はあれロックがあれでしょ、視聴者に PS4-5 をあげるだから PS4-5 って何なの。あげないっすよ。でもロックのチャンネルの人みんな期待してるよ。もうみんなサンタさん頼んでください。みんなロキョサンタさん何くれるんかな。ロキョサンタさん、そんな毎年あげてたっけ。何年か前はこうプリキュアの歌をプレゼントして。いやもうやめて、もうここ使わないからね。絶対使わないからね。もうカットして、カットカットしたらコメントで言うし。やばい、もうちょっと視界暗い、全然見えないっすね。全然見えない。これさ、仲間のアイコンの表示が分かんなかったらもう終わりだよ。でも確かにこれちょっとこれだと運転できないですね。絶対車運転しちゃダメだ。こんなロック運転できるの。運転できますよ。ペーパー、ペーパー仮面ロック。ささやくのようにペーパーって言わないよ。まだ仮面だよ。免許持ってます。あーやーやー
本当に本当に。じゃあちょっと免許証番号教えてよ。個人情報もう個人情報教えちゃいけないってお母さんが言ってた。本当、いやいや、だって本当本当かどうか分かんないし。逆に免許証番号教えたら本当って分かるんですか。あ、分かるよ。あすごい、お魚釣った。魚釣りました。このお魚これなんだ。ホップフロッパーです。これどういう効果があるんだろう。食べるとちょっと高く飛べます。ありがとう。よかったじゃん、ノック。ヨジ君からのクリスマスプレゼントもらった。やったぜ。やったぜ。ピロさん、ピロさん、ピロさん、クラッカー投げるのやめましょうよ。もうほら爆発しちゃったじゃないですか。あ、フロッパー。え、違う、ネズミ花火だ。ネズミ花火か。いやいやいや、もう、ちょっと結構近かった、危ない。ここにも仲間の人がおどおどしてる。え、なんか撃ってるよ。あ、生きてる、生きてる、まだ生きてるよ。生きてる。ああ、危ない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 。あ、やばい、救急セットが、救急セットが流れてちゃう。本当に暗すぎて分かんない。あ、シャドウ来ました。いや、どこどこ、あれか。ああ、シャドウ、しかも2人。結構な数いる。ジャンプ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 して、ジャンプ。危ない危ない危ない。ああ、じゃあじゃあ、シャドウにやられました。やばいやばいやばい、嘘嘘嘘嘘、やばい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 、自分のシャドウにやられる。あー、嘘、ちょっと待って、めちゃめちゃいるよここ、嘘だな。なにこれ、ちょっと待って待って待って、なにこれ。サンタがいっぱいいた。やばい、サンタ、サンタさんは一人でいいよ、サンタさんは一人でいいよ。化けもいたんだけど、もうびっくりした。お化けに囲まれるなんて、めちゃめちゃ囲まれてましたよ、もう。だから、ああ、もう、ああ、みんなシャドウになっちゃった。だから言ったじゃない、もう、おばあちゃんは森に言っちゃいけないって。木の上にいようかな、木の。もう、とりあえず、いや、やばいな、これ。え、ここシャドウだらけなんだけど、この森。でも、もう仲間だよ、これ。仲間。いや、みんなで倒しに行こう。いや、この森に足を踏み入れちゃいけなかったんだ。いや、最近さ、ちょっと幽霊で話したいんですけど、はいはい、最近こうチャンネル2つ持ってて、1つ実写みたいな感じで撮ってるんですけど、はいはいはい、なんかね、いつも冒頭でさ、なんかほこりかわかんないんだけど、はいはい、オーブみたいのがいつも映るんよ。何それ。しかも下から上がってくるの。マジっすか。え、お化けがいるってことですか。いや、お化けがいるかもしれない。すごい、かわいそうすぎ。いや、ほんとほんと、こんな感じ、こんな感じ。もえ、ピロさんち怖いっすね、こんな感じだったら。もうマジでかさ。これ怖いよ。みんな逃げてるよ、ほら。まあ、恐怖で。そりゃ逃げますよね、こんだけいるんだもん。だってここに、あー、やばい、やれやれやれ、やったやった。あ、浄化された、浄化されたもん。浄化されました。あ、いいな、いいな、浄化されたい。浄化されたんだ。あ、いけいけいけ。あ、浄化された。いい。ゴーストバスターに、ゴーストバスターに浄化された。ゴーストバスター、あれ、ゴーストバスターともコラボしてましたっけ。あ、マジ、白いやつにやられたよ。浄化された、浄化された。さあ、ということで、今回なんと23位を取ることができましたね。もうお化けだらけのクリスマス。いつもだったらもう一回収録し直しなんだ。やめて、そんなこと言わないで。なんで私のチャンネルの時だけいつもこんな順位が低いのかもぜひ教えていただきたいんですけども、なんで黙るの。うん、いや、なんで。でも2回目と2回目収録し直すときはちゃんと言って上がるやん。そういうこと言うのやめて。もう。はい、ということで次回もね、次回はどの方のチャンネルなのかちょっとわかりませんが、はい、ぜひまた次回も他の方のチャンネルでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。メリークリスマス。メリークリスマス。おかしいけどな、メリーハロウィン、メリークリスマス。